レッド。うわ、食った。よし。ミシンスーパースター。おはようございます。おさむございます。今日もね、八幡の河川に、毎回今シーズン最後ちゃうかなと慌てて来てるんですけども、今日も慌てて来ました。寝たら、今日の夕方まで東京のシーバスやってました。東京へは飛行機で行ってたんですけども、荷物片付けして、またね、こっち来る準備して、亀の糸巻き替えて、気合満タンで来ました。でね、今回から赤目の体勢も変えてます。今日はね、食いしぶりイエロー、まあ黄色を極みとおむし団子、宝玉蓮馬、あ、ちょっと溶けてね、宝玉蓮馬を用意しました。ひいでみるではこのアングルでね、穂先に出るあたりをね見てもらいたいなと今日は思ってます。これは春はね、こういう K1グレーの午後をつけました。で、1投目はね、やっぱりね、好きな宝玉蓮馬で、ヘダをついてから半分掛け、半分ちょっと大きいか、まあとりあえずこれで、まあ1投目なんで団子包まんと入れたいと思います。それとフリーで落としていきます。よいしょ。さあ、とりあえず釣り座が整いましたな。あー、めっちゃこっちぶっ飛んでんな。しよ、作業始めてるな。もまあ餌が釣れんことにはどないもならんので、とりあえずね、餌釣れかどうか見とっております。あ、そうそう、スミス新しい帽子ね、出ますよ。あ、そうや、ご挨拶を忘れてました。レイモンド・チャオです。そうです、スターです。食いしぶりイエロー、素晴らしい。おお、チミオすごい。めっちゃ泡出てんな、ボラかなしてあの。はい、よし、やっと乗った。誰あんた、あんた誰、おい、ヘッダーイ、イエス、ヘッダーイ、やった、やっとかかった。食いしぶりゲームでしたね。飲んでる場合は切ると。よし、イエス。おお、入れ。よし、ナイスフッキングです。ヘッダーイ、よし、割れた。よっしゃ、おるわ。折ったな、今確実に折ったと思うわ。よし、やばい。今回からね、日本体制なんですよ、実は。
いつもと一緒のタックルやねんけど、まあまあ、あの、要は、これが一番、ステラの一番なだけで、あとは全部一緒。なんでかというと、針をね、結び替える、レスポンスの悪さを考慮してね、もうくぐっときゃええと。そう思いました。で、今回から日本対戦しました、丸。確実にさっき終わりとったと思うけどね。ああ、やばい。ドキドキや、今日も。ドキドキが味わいたいのなら、サチマルにおいで。いかんな、潜らんな。よし、これからまたね、ヘダ釣って、餌釣って、入れての繰り返します。戻ってんな。すげえ。取られたら嫌やな。お、チヌや。よし、ナイスチヌ。よいしょ、ヌーチ。早上げすぎだな。めっちゃ元気や。ヌーチ。左か。うわー、軽かった。よし、ヘッダイ。ナイスです、ヘッダイ。はい、で、よし、ヘダイ。よし、順調順調。追いかけてきたなと確信持てるのが1回だけやな、まだ。よし、いきます。2目の第2投目、投入。ヘダイ、第3投目。おお、上がってきた、上がってきた、上がってきた。こっちです。お隣さんにご飯誘われて来てみたら、なんとすき焼きですか。すき焼きですか。これはやばい。いやいや、僕ここでいいっすよ。ありがとうございます。これ卵、あ、もうまあ甘います。とことんめちゃめちゃすごい、予想の50倍すごかった。いつもこんなんなんですか。前回はしゃぶしゃぶやったやつ。すごいな。いただきます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 。いや、すごい、うまっ。めちゃくちゃうまいですね。これで釣りのもなくなるぐらいラッキーが。まあ今日は釣りでもええな、もん。すき焼きもめちゃくちゃうまいですね。今ね、めっちゃ美味しいすき焼きごちそうになって、もう運気上がりまくりなんで、しかも、釣っていただいたヘダイまでいただいて帰ってきたんで、イタリに尽くせいた技にこんなことです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。よし、行くぜヘダイ。この人落としは期待大です。そう、レッド。おお、逃げた今。怪しいね。
怪しいね。怪しいね。今ね、兵隊を取られたんで、取られたばっかり入れるのはどうかとも思うんやけど、兵隊行きます。おー、上がってきた。もうすぐ上がってきた。うわっと、いかんいかん、これのちゃうか。あれ行きます。3時、払ってこい。お、今逃げたような気がするぞ。ありがとうございました。おお、今追われたね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ありがとう。まあ、追われたな。巻いたんじゃん。赤持ったな。まっとったな。よしよし、やっとかけれた。やっとあげれた。よしよし。何キロ上がった？何センチ上がった？1メーター。頼んで。うわ、無理か。あかんやん。あかんやん。全然あかんやん、もう。もう。せっかくあげてきたのに。おてね、おてね。いや、何がすごいってすき焼き呼ばれたで。そう、レッド。うわ、食った、食った。よしよし、よしよしよし。そう、レッド。うわ、食った、食った。よしよし、よしよしよし。やばいやばい、ドラゴンが出ん。食ったぞ。ふぅ、よっしゃよっしゃよし、パラッパーや。ふぅ、やっと今日ファーストバイト。よっしゃよっしゃ、ふぅ、やっと今日ファーストバイト。おーっしゃおーっしゃ、うわぁ、パラッパー、おーっしゃおーっしゃ、うわぁ、網
持ってかれる。逃がせん。網持ってかれるとかやったらすごいパワーや。ありがとう、連れてくれて。あー大好き。あー鱗落ちていった。あー何回か上がってきてくれた子やな。やっぱ下から魚釣れて上がってきたら、この第一段階ファースト。いやー今日すき焼き呼ばれたん使えるわ。エイタローズやった。やった。最後のチャンスでええフッキングしてるわ。食うとこ見えた、食うとこ見えた。いったいって。ドラゴデンと思ったらちょっとちっちゃいね。今年は僕はあんまり大きいのかけられへんね。まあまあそういう周りやなんやと思うわ。でも大きいの狙ってて、これもね130ポンドフローね。メインラインは15、まあ GT ツルね、バリバスの一番強い糸、 GT マックスパワーのね15で、針もねカトラズの60、めっさシャープでめっちゃ強くて、もちろん伸びるとか折れるとかないし、アカン針っていうのはこう一瞬開いてもうて戻ってもんよ。僕はこう弾くとかね、よれるって呼んでるんですけど、その状態になれへんからきっちりフッキングできる。やったドラグ、初めて緩めてしまったわ。でんで不安になって、最近ね強いのとかでかいの、まあまあでかいのに、まあ8本のリーダーね、このランディング寸前に切られてから次にね強いのとかかけたから、ドラグちょっと強め設定をさらに強くしてて全然出れへんかったな。緩めてもな、またマシ締めしとかな。やっぱり下から全然食いけなかったのに、下から上げてきたら、さっきもね下から上げてきた時だけブワーって水撒いて追いかけていったんやね。食うたんかなと思ったけど、微妙な感じやって、今日ずっとまあまあ朝のうちに2回ぐらい追いかけたのは見えて、でボラはかけたら2匹かけたんですよ。ボラね、ここやから大きいボラやと思うんですけど、だから上げてくる途中にボラは2回とも取られて、でヘダイも1回取られて、でそれぐらいやったんですよ。仕掛け入れても入れてもまあ2回ぐらい追いかけたかなっていうのと見えたんとあって、で40分前かな、ドーッて上げてきて、よし入れようと思って上げてきて、すぐ入れたらブワーッと追いかけて、よしよしと思って、その後ね何回か2頭ぐらいしたんかな、たらもう反応なく引き切れてて、これは下から魚を釣って上げてくることをスイッチにせんといかんと思ってやるんだけども、当たりがない、なかなか釣れないっていう状況の中、やっと1匹食ってくれて、でその1匹が食って、それをつけて入れたら潜れへんかって、あれれれれと思って間に合うかなと思って、元気なやつに付け替えてポッと入れたらもう見えましたね、クルタンがね。やっぱりこういうことなんですよね。疑似連 1,2,3,4 で泡になってクラゲになって魚群走ったらかかりやすいみたいなね。まあマリンちゃんぐらい信憑せないかもしれんけども、サモとは言いません、マリンちゃんぐらい信憑せないかもしれんけど、まあまあええ感じやと思います。何のことか分かるかな。まあ格納庫あったら最高やねんけどね。よいしょ、せーので、よいしょ、よし、ほっ、よし、いった、だいたいこのこっち側にかかってること多ない？写真撮ろうと思ったら針がこっちになってること多ない？どうですか、でも 50% ですか？そうやな。お前やな、ええー、とも気づいたな。口ちゃんとしてんな。96、まあまあ、はい。まあまあってあかんねんな、あかんねん、あかんねん。43本目かな。お、43本目、ええー。今年50いくかな。いいんじゃないか。今年このサイズが多いな。後半だってからじゃないですか。でもそうだ、まあでもメーターちょいぐらいでずっと高速さんだけっすよ。そうやん、俺だけやん、悪いことできん。みんな大きいの釣ってんのんで、いやー見やかい。フッキングや、気づいてる？そうでもない、ここまで飲んでるね、ここまでね。よっしゃ、かっこいい。
お前がこれだろ。車庫は逃げしますね。うわかっこいい。綺麗すぎや。ありがとう。よいしょ。よいしょ。行った。ありがとうな。おお、痛い。よいしょ。めっちゃ元気やな。ありがとう。痛い。よいしょ、いけるな。オッケー、行こうか。よいしょ。うわ、めっちゃ元気。あ、太いな。ここはなくて、お腹もへこんでるけど、身幅が厚かったね。まあ、フルコンのキャプテン的に言うと、身分厚いってやつですわ。あ、夕日綺麗。こっち見てもさ。あの夕日は、僕の心と同じです。なんで笑ってんの？なんで笑ってんの？赤目ってこうやってやるやんか、ヒデね。俺もこうやってやろうかな、こうやって。オッケー。よし、今日は大成功。言うの忘れとったんでカメラ回しました。今日のスターは、ワンバイト、ワンフィッシュでした。かっこよくね？あら、かっこいいっすね。ありがとうございます。言わせたみたいで。今日はですね、GoPro を協賛してくれたり、いろいろ世話になったよね。トッシー福井。おはよう。おはようございます。トッシー福井とハッピースリーでお送りします。よっしゃ。あ、ヘダイちゃう。あ、違う。やった、ヘダイや。おぉ、それと。送った。よっしゃ。